さあやっていくよ。どんどんやっていくよ。桜大戦実況、敵の名は黒の使いのパート4でございます。どうもアダルジです。こんな具合ですね。もうコーランの上がりっぷりよ。攻撃プラス4。ゲームを開始。いやー、ゲーム部分も楽しいね。やっぱね、シミュレーションパートもいいけど、やっぱゲーム部分も大事。このゲーム部分で好感度上げていくんだけどね、本当のところね。カバーをうまいこと使って、まあでもそんな持ったら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 持っちり持っちりやってくるからね。射撃用脇地がいますね。お、展開だ。恩切り切りバサラ、ウンバッタ、恩切り切りバサラ、ウンバッタ、恩切り切りバサラ、ウンバッタ。はい、あれを地中に埋めていく。すると地脈が崩れて、的の門は見えたり見えたり、そこまでや。すでに時すでにお寿司って感じ。帝国歌劇団参上。チャキーン。ぬーって素晴らしい跳躍力。先に奴らを始末してくれ。敵を全滅しなさい。そうしなくても帝都、そうしなくては帝都タワーは守りきれないわ。誰や、なんか今すごい命令されたんだ、いきなり。待ってください、少尉。敵はすでに大掛かりな戦闘準備を整えています。確かに、あれを壊していかないと。行くぞ。コーランを使っていただくちゃいけない。これでいいよな。こうだね。行くぞ。よく見え。な、倒せんか。倒しきれんか。ちょっとカバーが足りん。当たらんですね。必殺も当たらんですね。防御、ここにいても当たらんよな。当たらん。火縄に当たらん。うちが応援してるで。ちょっとま、カバウはコーランに。んで、ゼンズ？こう見ると、右からは行かれないね、これ。こっちから上がっていかれない。どうもこうもねえな。移動やり直し。ここに行きたいけど、まあここかな。ほい、さあ来い。気力ため？違うな。回復か。ふむ、ゼロ。3。もっと本気出していいよ。なんで大神さん狙うんだよ。コーラ狙え、コーラ。コーラ狙ってほしくてそこに置いてんだから。あれは10世紀頃、うちの国で開発された河川っちゅうもんや。河川。あれ。空飛ぶ爆弾。気ぃつけろ言われましてもな。
ここ攻撃できないもんね。行くしかないもんな。カッコ、カッコ撃破。河川からやっていく。まあ2発で沈むな。通常で攻撃しといて先に進む。待てよ、河川に当たるかこれ。車線は、河川の車線は矢を強い、いやはやお強い。倒せんのだな。敵さんの動きが後方支援だな。後ろで見ている。当たりや、当たりだそうです。行くで、これを思いのほか硬いな。スミレ君にこれを倒す任務を与えよう。に大神を狙いに来てる。あれは何を考えてるんだあいつは。うおー、射程が強強強強強い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 。シャレならんシャレならん。あ、効かない。マリアが柔らかいだけか。うちを見ててよ。マリアが柔らかいだけか。なんだ、これで壊したい。よっ、いい感じ。移動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 。ここまで完璧。しかしマリアが弱いな。これで あ、ためにすれなった。頑張ってよ大神
頑張ってはいるんだかな。あいつ攻撃してこねえのかな。あと3体うちを見てたよ。コーラの足が遅いです。合体攻撃ってのがあってそれを見たいんだけどね、どうもうまいこといかないですねこれは。時々ね、モーションが違うね。一番今回のあの貢献度の高いキャラは今回スミレですね。スミレさんですね。こういう時になんか面白い小話の一つや二つ持ってるといいんだろうけど、まあだらってやっちゃってんな。なんか今日あった面白いことみたいなことを語っていくといいのか考えてしまいますね。うぃー、回復されたい。今日はあの J が落ちてましてね、某 J が落ちてましてね、書き込めない時間が、書き込めないっていうかその見れない時間がやっぱあれだな、痛いな。痛くもなんともないんだけどさ、本当のところ日常と化してるから、あることが日常と化してるから。一言物申すみたいな、そういう時に J が機能していないのは困りますね。あと一人、あと一人だ。何もしなくてよかったかね。たわいよね、たわない、たわない、防御防御、あ、防御じゃなくて回復してよかった。必殺は、あ、合体攻撃できますね。やる、やっちゃう、やるか。何その音が。天照でっかい派、水曜これやりたかったんですよ、これやりたかったんですが。いいえ、あ、なんですのこの異常な容器は。これやりたかったんですが、最後の一匹になってしまった。これやるタイミングが、最後は敵さんボスと戦えるかな。なるほど、なるほど、こやつらがサタンを何なんだ。我は天界、偉大なるクロノスカイの総帥、帝都の最初にして最後の支配者である。最初にして最後ってどういうこと。我が野望を阻む愚か者どもめ、図が高いわ。うぬらに我が相手は務まらぬ。ほう、ほう、かーかー、流れてきた。隊長、今までの敵より強力です。防御中心の陣形でいきましょう。うちを見てたよ。さあやれるのかな、ためですね。ちょっとね、マリアはね、前に出すにはちょっと不安が残る。私の出番ですわね。普通に倒せばいいんだっけ。
あんまり覚えてない。なんか、なんか、私が頑張らなきゃ。なんか影みたいな敵を倒すような、そんなお話があった気もしないでもないか。せっかくなので、遠距離から様子を見ながら行ってみるか。遠距離攻撃。覇者牽制、王家方針で行く。あ、聞くね。頑張ってや、聞くは聞くね。うちを見ててや。行くね。別段、まあ強いけどな。そこ。私の出番ですよ。強いわな、強いな。普通にめっちゃ強いな。長期戦か。絶対さくら君邪魔しに行ってるけど。うちが応援してるで。うん。強くないか。強くないかこいつ。ほい。うん、強いね。むちゃんご強いね。敵を私が倒すしかない。影って書いてました。なんかあったとは思う。なんかな。さくらが死んでしまう。このままでは。回復。大神を一旦話して、このカバウでなんとかしのごう。必殺打てますね。クソ、なんて強力な。敵の本体。あれを倒せって。コーラにこれを押さえておいてもらわねばだな。必殺技の一発二発食らってもらわねばだな。防御。あ、もう20分くる。シミュレーションゲームの時間の経つのの速さだな。持ったら持ったらやってますね。よくないなと思いつつ、しかし実際問題どうすることもできない。必殺技、敵さんの必殺技を見るのは貴重な機会。うちか
もう無視でいいでしょ、こいつは。こいつはもう無視でいいでしょ。よし、いける。敵は私が倒すしかない。いやー、かかってるな、時間。今回かかってますね。私の出番ですわね。こういうことをしないようにしたいっていうね。こういう時間のかけるのね。そういう時は。こいつも強いぞ。私が頑張んなきゃ。めっちゃ長期戦ほうほう、帝都タワーを目指しているのがこいつは厄介ですね。うちを見ててや。で、大神を隣接させて合体で一気に仕留めたい。敵は私が倒すしかない。そこ私の出番ですわね。間違えた。王家方針を使うつもりか。また合体。当たる？当たるね。疾風にして聖水のごとく。このトライを。お、またカバーを。咳き込んでだ。これで終わりだな。勝ちいい感じに、いい感じに収まってね。ういーってことでね、戦闘終わり。敵が一旦セーブ。セーブいっぱい作っちゃうな。次回予告まで行くぞ。長いパートになっちまったな。まあ戦闘シーンは適度に飛ばしてくれ。適度に飛ばしてくれ。どうせあの大変なことだ。こちらが帝国歌劇団副司令花屋敷支部長班です。花屋敷支部長藤枝あやめです。よろしくね。はいはい。隊長には瞬間の判断。はいはい。はあ、かわいいなかわいいですね。帝国歌劇団。そりゃ逆らうでしょう。
この展開の真の恐ろしさたっぷりと教えてくれるわ。こういうことを言うやつに限って四天王の死って4じゃないんだ。帝都殲滅、抹殺、帝国歌劇団抹殺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 。さよなら、私の青春。さよなら、私の恋。私の時間はあの戦争で止まっている。次回桜大戦、俺は隊長失格。大正桜にロマンの嵐。胸の痛みはロケットだけが知っている。はい、ということではい、ということで次回はそういうお話だそうです。お、30分いくかと思ったけど、意外にいい感じに終わりましたね。てててててれれれて。エキサイター、嫌味が吠え、震えるって一人。愛の歌だからかり。ということで、桜大戦実況、第2話、敵の名はクロノスカイはこんな感じで終わりました。パート4でした。次回はね、それこそ。俺は体調失格でお会いしましょう。第3話ね。ほなまた。